ましたか？お困りのことがありましたら。こんにちは。さっき考えた夕方のパリコンさっきは近道を。実は俺と彼女を襲い続ける。何度でも何度でも何度でも俺たちを殺すつもりだ。まずあいつから逃げないと。今度は何なんだよ。何だこれ。俺たちが逃げるのを邪魔しようとしていた。でも邪魔って誰が何のために。なんで俺たちを狙うんだよ。まさかお前が本物の連続殺人犯なのか。おい起きてくれ、頼む。おい、いいから逃げるぞ。説明は後だ。君に聞きたいことはあるんだよ。でも今はそれどころじゃない。何あれ。頼むから今は一緒に逃げてくれ。あんな化け物より連続殺人犯の方がまだマシだろ。行くぞ。このままじゃ追いつかれる。どこか隠れられる場所を探そう。隠れられる場所って。お困りのことがありましたらフロントまでどうぞ。フロントまでどうぞ。フロントまでフロントまでどうぞ。そうだ、こっちだ。ついてきてくれ。ちょっと何かお困りですか？聞きたいことがあるんだ。当ホテルのことでしたら何でもお尋ねください。どこか隠れられる場所はないか。急いでるんだ、頼む。こちらのドアから地下に行けます。地下通路を抜けた奥にある倉庫なら安全です。それと警察を呼んで。凶器を振り回してる危険人物がいるの。それは不可能です。え？私はただのナビゲーターですから。ナビゲーター？とりあえず急ごう。早くしないとあいつが追ってくれ。ここだ。暑いな。なんとか逃げ切れたみたいだな。あの化け物何なの？それになんで私が
唐木誠と一緒に逃げないといけないの。俺は記憶を失ってて何も覚えてないんだ。気がついたらあの部屋にいて、バスルームには君がいた。あの化け物はなぜか俺と君を狙ってるけど、その理由もわからない。もしかしたら俺が記憶喪失になった理由と何か関係があるのかもしれないけど、本当に何もわからないんだ。頼む、信じてくれ。俺は逃げるつもりなんてない。ただこの状況は普通じゃない。何かが起こってるのは間違いないんだ。何かって？それを突き止めるためにも少し時間をくれないか。もちろん君も一緒に。あなたは指名手配中の連続殺人犯なのよ。私があなたを信じられる根拠は？あのさ、恋人っている？は？それ今関係ある？ある。いるけど、それが？その恋人のことよく思い出してみてくれないか？なんで？俺と似てたりしない？どう？全然似てない、これっぽっちも。彼は私の同僚で、あなたみたいな殺人鬼とは真逆の人なんだけど。同僚って警察の？待って、どうして知ってるの？私が警察官だってこと。あ、いや。誰から聞いたの？あなたが私を待ち伏せしたのはその情報があったから？違う、それは関係ないんだ。っていうか俺は待ち伏せの件も覚えてなくて、ちょっと思い出した記憶があったんだ。それを確かめるために聞いたんだけど、勘違いだったみたいだな。警察の同僚ってあのクジってやつか？それならさっき思い出した記憶は何だったんだ？本当の記憶じゃないってことか。やっぱり俺の頭がおかしいのか？だったらもう何を信じればいいんだよ。ねえ、思い出した記憶って？もういい、俺を捕まえてくれ。え？さっき言ってたのは何だったの？ここで何かが起きてて、それを確かめるって。そんなの君にとってはどうでもいいだろう。俺は指名手配中の連続殺人犯唐木誠。記憶喪失だろうと何だろうと捕まえるだけ、それでいいんじゃないのか？もちろんあなたのことは捕まえるわよ。私はそのためにこのホテルに来たんだから。でも あなたの記憶喪失が嘘だとは思えない。そうじゃなかったら唐木誠が私を助けるはずがないし、そもそもあの化け物って普通じゃないわ。それに原因不明の記憶喪失、これも普通じゃない。確かに何かが起きてるんだと思う。普通じゃない何かが。だったらそれを突き止めないと私の気も済まない。今度こそ信じてくれるのか？今度こそ？確かに
ここは暑いわね。でこれからどうするつもり？何か考えはあるの？ああ、考えか。そうだ、これを見てくれないか。何これ、この女って。君のことだと思う。誰かが私を殺そうとしてるってこと？なんで あの化け物と関係があるの？わからない。確かめてみましょう。何を？私が狙われてる理由よ。このメッセージには20時に行くって書いてあるから。そうか、20時になればこのメッセージを送った誰かが俺の泊まってた部屋に来るはず。その人物の口から直接私を狙ってる理由を聞き出すのよ。わかった。じゃあ決まりね。もう少しここに隠れてて、15分前になったらあなたが泊まっていた部屋に移動しましょう。ああ、確かに彼女が狙われるからには理由があるはずだ。それってもしかしたら俺の記憶喪失や時間が戻る現象と関係してる？だとしたら彼女が全ての鍵なのかもしれない。そろそろ。ああ、行こう。あいつはいないわ。見つからないように移動しましょう。それで、あなたが泊まっていた部屋って何号室？501だ。急ぎましょう。大丈夫よ。このまま一気に501号室まで行きましょう。無事にたどり着けたな。ここからが本番よ。しまった、拳銃を持ってくればよかった。拳銃？バッグの中に隠しておいたの。客を装ってきたから持ち歩くのはまずいと思って、一旦私の部屋に取りに戻ればよかった。早いわね。とりあえずこっちだ。君はここに隠れててくれ。え？俺が捕まえたって話だから君が自由に動き回ってるのはまずい。そうね。あ、相手に話を合わせてね。できるだけ情報を聞き出さないと。やってみる。というかやるしかないんだろう。動くな。ゆっくり両手を上げながら立て。こっちを向け。
お前、幸村捜査官はお前が拉致したんだろ。はあ、どこだ。さっさと白状しろ。冗談冗談。てかなんでそんなにビビってるの。僕が本気で撃つとでも思った。いや、まさか。こいつ幸村茜を助けに来たわけじゃないのか。じゃあ、あのメッセージを送ったのはこいつ。じゃあ早速だけど、約束した件さっさと始めようか。約束？うん？あ、いや、もちろん約束は守る。けど。けど。理由を聞かせてくれないか。それくらいは教えてくれたっていいだろう。ほら、俺たちは手を組んでるんだからさ。わかったよ。今さらやらないなんて言われても困るからね。やっぱりそうだ。こいつは連続殺人犯の俺と手を組んでる。そして幸村茜の命を狙ってる。理由はね、彼女に改心してもらいたいからだよ。改心ってどういうことだ。ああ、これ以上の説明は君にしても理解できないよ。で、彼女はどこ。さっさと約束果たしてよ。そしたら僕も約束を守る。君の海外逃亡の手はずはちゃんと整えてきたんだよ。分かった。あいつは薬で眠らせたままクローゼットに押し込んでやる。警察とかが急に来て見つかっても困るからな。まだ眠ったまま。ああ、眠ったままだ。しばらくは起きない。連れてきて。どうしたの。あ、いや、ついでに彼女の部屋の荷物も処分しておきたいんだよね。どこかにカードキーがあると思うんだけど。気づかないとでも思った。怪しいっしょ。無口のあんたがペラペラ喋るなんてさ。でも僕裏切るメリットなんてある。まさか彼女に惚れたなんて言わないでよね。あなた、だったのね。ん？じゃあ気づいてたのね。私が、あなたや特殊捜査課にも内緒で。え？なんだよこれ。Thank you.
験段階で安全の保証はできません。構いません。俺は対象範囲は例のホテルです。何か困ったことがあったらナビゲーターを。やっぱり戻ってきた。対象範囲は例のホテルです。ただこのわけのわからないホテルの秘密も、もう少しではっきりするかもしれない。そうだ、まずはそれを確かめるんだ。ごめん、ちょっとだけ待っててくれ。このホテルは普通じゃない。外の見えない窓、開かない、絶対に開かない入り口、そしてこのホテルで起きている数々の不可思議な現象、その秘密さえ分かれば俺の身に何が起きているのかも分かるはずだ。どうすれば、どこに行けばこのホテルの秘密を突き止めることができる。そうだ、あのフロントだ。私はただのナビゲーターですから。何か困ったことがあったらナビゲーターを。あいつに聞けばきっと何かわかるはずだ。何かお困りですか？聞きたいことがあるんだ。当ホテルのことでしたら何でもお尋ねください。このホテルのことなら本当に何でもわかるのか？もちろんです。私はナビゲーターですから。このホテル何なんだ？ここは本当に現実世界なのか？違います。このホテルは実験段階のプログラム装置によって作られた仮想現実世界です。仮想現実世界？わかりやすく説明しましょう。驚く必要はありません。ここは仮想現実世界ですから。この仮想現実世界を作っているプログラム装置はカムトゥルーと呼ばれています。このカムトゥルー装置に被験者となる人物の脳を接続することで、その記憶をもとにした仮想現実世界を構築することが可能となります。それは死んだ人間の記憶からでも？もちろん可能です。さらにその装置に別の人物の脳を接続することで、その人物の意識は仮想現実世界へと送られ、被験者の記憶を追体験することができるようになります。簡単に言えば仮想現実世界で被験者自身になれるのです。ゲームで言えばプレイヤーに当たるこの人物をカムトゥルーでは捜査員と呼んでいます。じゃあもしかして俺って？質問は後回しにさせてください。時間がありませんので。
験者の記憶を追体験できるとはいえ、ここはあくまで仮想現実世界であって、被験者の実際の記憶そのものではありません。記憶に存在しないものや空間、会話などはプログラムによって保管されています。ですので捜査員は実際の被験者の記憶とは違う行動を取ることもできるのです。つまりこの世界は捜査員の選択によってさまざまに分岐していく記憶を超えた仮想現実世界なのです。もともとこのカムトゥルー装置は脳の治療目的で開発され、まだ実験段階だったのですが、警察からの強い要望があり、今回特別に捜査に使用することを許諾いたしました。警察からの要望？ただそこで予想外の事態が起きてしまいました。現在カムトゥルーはハッキングによる妨害を受けています。ハッキング？何者かが外部からこの世界を壊そうとしているのです。しかもそれは時間とともに進行しています。それに本来であればカムトゥルー内に入った捜査員は元の自分の記憶を保持したままのはず。ですが今のあなたはハッキングによって記憶を消失させられ、本当の自分が何者かわからない状態になっているようです。じゃあ俺の記憶喪失って。さらにハッキングによるプログラムの書き換えによって、本来この仮想現実世界にいないはずの存在が現れ、捜査員の妨害をしています。これらのハッキングによる脅威は深刻です。このままでは仮想現実世界はあなたの意識を取り込んだまま外部との接続を遮断されます。そうなればあなたは元の世界には戻れません。一刻も早くこの世界から出ることを推奨します。でも戻るってどうやって？あなたはその方法をご存知のはずです。今まで何度も選んでいましたよね。あなたが死ぬたびに何度も死んだ後、いつも頭に浮かんでたあれか。あそこで終了するを選んでいれば、あなたはいつでも仮想現実世界から外の世界へと意識を戻すことができました。ですが、この世界の真実に信じたくて、一刻も早くこの世界から出るべき。いやでも、このまま終わっていいのか。だったら、なんで俺はこの世界に来たんだ。現実世界の幸村茜なんだよな。だったら現実世界の彼女は別にいる。今どこで何をしてるんだ。ここから出れば会えんのかよ。
死因は絞殺です。背後からロープのようなもので首を絞められて殺されたようです。犯人はその場で別の捜査官によって射殺されています。つまり彼女が一連の連続殺人の最後の被害者ということに。今すぐ行きます。使用許諾お願いします。現実世界じゃなくて仮想現実の世界だから。だったらこれ以上ここにいて意味あるのか。元の世界に戻れなくなるかもしれないのに。君はもう死んでいて助けることもできないのに。俺はどうすればいいんだ。